最新の偽造対策などが施され、20年ぶりにデザインが変更された新しい紙幣が今日発行され、日銀から金融機関に向けた引き渡しが始まりました。現金は誰でも、いつでも、どこでも安心して使える決済手段であり、今後とも大きな役割を果たしていくと考えられます。引き渡しは午前8時ごろ、日銀本店の地下にある発券局で行われました。それでは新しい日本銀行券の発行を開始してください。はい。はい。新紙幣は発行を開始する合図とともに現金輸送車に次々と積み込まれ、今日1日で1兆6000億円分が引き渡される予定だということです。新しい紙幣は1万円札、5000円札、1000円札の3種類で、1万円札の肖像は渋沢栄一へと変わります。顔が立体的に回転して見える 3D ホログラムが紙幣として初めて使用されるなど、最新の偽造防止技術が使われています。埼玉りそな銀行では早速新しい紙幣を手に入れようと多くの人が訪れていました。ずっと楽しみにワクワクしながら、そんなに時間はすごい待ったと思うんですけど、そんなに長く感じてないです。僕は個人的にこれはもうコレクションにしようと思っています。